はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、野原工芸のペンの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、まあ経年変化をね、そっと見守る会の皆様お待たせしました。まあ、そんな会ね、あるかわかんないんですけど、はい、そうなんですよね。まあ自分ね、去年のね、秋の初め、まあ夏の終わり頃でしたね。はい、野原工芸のペンをついに手に入れました。その時のね、サムネがこちらになるんですよね。まあ、とあるお店でですね、まあ、一番人気のノック式のシャープペンシルではないんですけど、ロータリー式のね、はい、木のあのボールペンのやつ、はい、まあ、これをお店の方でね、もう偶然なんですけど、見つけることができました。まあ、どこで手に入れたかとかね、まあ、その経緯に関しては、まあ、こちらのね、サムネをまた見ていただけると嬉しいなと思うんですけど、はい、まあ、これをね、購入してから、まあ、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、4ヶ月後みたいな感じでね、まあ、今回4ヶ月後になるんですけど、はい、あの、レビューをね、毎回してって、この経年変化を見てる感じなんですよね。はい、まあ、一番最初が、まあ、こちらですね、1ヶ月後どうなったかみたいなのを紹介してます。で、ここからね、ずっとまあ1ヶ月おきに来てって、今は3ヶ月後まで来てる感じなんですね。で、今回4ヶ月後っていう感じになります。ちょっとね、あの3ヶ月後の時ね、ちょっとこの写真が暗かったんじゃないかとかね、あの言われたんですけど、まあ確かにね、ちょっと暗かったですね。はい、あの、まあ、ライティングとかね、まあそうですね、まあそんな専門のボックスがあって、もうずっと固定してるカメラがあるっていうわけでは特にはなかったりするんですけど、まあなるべく近い環境でね、まあ撮ってる感じになります。で、今回はですね、なるべくあの、いっちゃん最初ですね、こっちの9月に合うような感じのライティングでなるべく撮ってみたやつを出したいなと思うんで、はい、まああのちょっとね、どんな感じで、まあ、4ヶ月後変化したのかっていうのをお楽しみいただけると嬉しいなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回の動画もぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということですね、まあ最初にね、まあ、どんな感じになったかっていうのをね、出していきたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、これがですね、まあ、購入4ヶ月後の野原工芸になります。まあ、この動画を収録しているのが2020年のね、はい、まあ、2021年の、1月4日になります。はい、皆さんいかがですかね、これ。はい。じゃあちょっとね、ぐるっとね、見渡してみましょうか。はい。まあ、こんな感じで、ひねってね、こういうふうに出すことができる、まあ、ロータリー式のボールペンになります。はい。じゃあちょっとね、ぐるっと見渡してみますね。はい。まあ、こんな感じです。まあ、ちょっとね、もう当時からカメラがちょっと良くなったりとかしてね、まあ、ちょっとだいぶ印象が、この動画も変わってるかなと思います。下のね、なんか帯みたいなのもちょっとなくなった感じなんですけどね。はい。まあ、ちょっとぐーっと見渡してみましょうか。はい。こんな感じになっております。はい。ということですね。はい、まあ、これをですね、まあ、こういうふうな感じでね、まあ、ペン枕っていうやつをね、はい、まあ、これ、昔いただいたやつなんですけど、ここのところにこういうふうに載せまして、はい、まあ、iPhone を構えてカチャって撮ったような感じになります。で、普段はですね、自分、こんな感じの M5 手帳ですね。はい、まあ、ここの横のところにこれね、すごくシンデレラフィットするんですよね、こんな感じで。はい。まあ、こういうふうにね、まあ、入れましてね、ずっと持ち歩いたりとかして、まあ、こういうふうに撮って、こういうふうに書いて、みたいな感じで。まあ、ずっとベタ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 ずっと触りまくってるっていうわけではなかったりするんでね。まあ、人に比べるとちょっと経年変化が、まあ、ゆっくりかもしれないんですけど、まあ、それでもね、徐々に徐々に経年変化ね、してってるんじゃないかなっていうことをね、まあ、信じてね、まあ、ちょっと写真をね、カチャ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 撮ってってる感じなんですけど、はい。ということでですね、まあ、9月の段階のね、やつを出したいなと思います。はい。こちらになります。はい、こちらですね。はい。まあ、これが9月の段階です。まあ、ちょっとね、横のところにもう一個同じやつを出しますね。はい。まあ、これが9月になります。はい。まあ、2020年の9月ですね。はい。まあ、9月の時なんですけど、じゃあ10月になるとどうなるかと言いますと、こちらになります。よいしょと、はい。まあ、これが10月なんですね。はい。まあ、こういう時付箋便利ですよね。はい。じゃあ11月いきますよ。はい。ですね、はい、11月と、はい、じゃあ次ね、12月いきますね。はい、こちらになります。はい、12月と、はい、
ですね。はい。まあ次ですね。はい。まあ1月ですね。今回新しいやつを出したいなと思います。こちらです。はい。というようなね、感じなんですけどね。はい。どうですかね、これ違い。まあなんかね、わかるとこもあるんですけど、そんなに劇的にね、変わってないんじゃないかなというのがね、まあご確認いただけるなと思います。はい。ちょっとね、この付箋の方をね、こういうふうに置きまして、はい。こっち側が、まあ、2021年の1月で、で、こっち側が、まあ、9月っていう感じですね。はい。まあ、こんな感じになる感じです。じゃあね、ちょっとね、これね、両方ね、ちょっと拡大の方をね、していく前に、まあ、こっち側をちょっと、遡っていきましょうか。はい。まあ、こっから、まあ、12とか、まあ、11、10、9、9ですね。はい。まあ、9みたいな感じでね。はい。ずっとこっち側をローテーションしていこうかなと思います。こちら側に関しては、まあ、9のままっていう感じですね。はい。まあ、こっち側に関してはずっとローテーションしていくっていう感じでちょっと出したいなと思います。はい。まあ、これが、2021年の1月です。はい。で、そこから過去に1ヶ月ごとに遡っていきます。はい。まあ、これが、遡った9月ですね。9、10、11、12、とで逆を遡ります。はい。これが1、12、11、19っていう感じですね。はい。まあこう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 と、はい。まあこんな感じでね、今ずっとね、遡ってるんですけど、いかがですかね、これ。あんまりね、やっぱり変化がね、なかったりするんですよね。はい。もっと劇的にね、ドーンと色合いがね、変わってくれたりとかしたらね、まあ面白いんですけど、まあこれは気によってですね、まあ全然この経年変化度合いっていうのが違う感じになります。まあ野原工芸さんのね、まあこの山桜ですね、まあ公式で紹介されてるんだと、星2つの経年変化いう感じなんですよね。これ星4つっていう風な木とかもね、あったりするんでね。まあ次もし、そうですね、まあ他のやつとか手に入るとかね、なんかいろいろあったりとかしたら、まあちょっと星が多いやつとかもね、ちょっと視野に入れたいなって思ったりもします。まあ他のやつとかもね、なんかあったりとかしたら、まあ欲しいっちゃ欲しいんですけどね。はい。まあこんな感じでね、まあちょっとまあ、経年変化星2のやつに関してはこんな感じですね。星1のやつに関してはもう全然もうしないかもしれないですよね。はい。ということでですね、じゃあちょっとね、この、2020年の9月、はい、初めの時と、あとはですね、2021年の1月ですね。はい。まあ、こっち側の、拡大したやつをちょっと交互にね、ちょっと出していきたいなと思います。はい。まあ、こっち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 みたいな感じでね。はい。ということでね、じゃあちょっと大きいやつを出しますね。こちらになります。はい。まあ、これがですね、大きくした、まあ、これが9月の段階のやつですね。はい。まあ、9月、はい、じゃあ次はですね、この1月の方をね、はい、出したいなと思います。はい、こちらになります。はい、1月。はい。じゃあちょっとね、交互にやってみましょうか。はい、交互にやってます。9月、1月、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 9月、1月っていう風な感じなんですけどね。はい。いかがですかね？こう見るとですね、まぁ、ちょっとね、あってね、思うところがあるかもしれないです。特にですね、ここのね、この辺の部分の金のとこですね。あとはこの辺もちょっとわずかになんですけど、よりこっちの方がわかりやすいかな。はい。まずはですね、これ光沢がですね、まぁ、なくなってきてますよね。はい。まあ、結構これ、あれですね。オイルがね、はじめ塗ってあるんですけど、まあ、それが切れてきたからかな、みたいな感じもしますし。あとはですね、この辺ですね。なんか若干、コントラストがなんか少なくなってきたかな。はい。特にこの薄い方がだんだんちょこっとだけね、暗くなってきてるような感じがするんですよね。はい。もう、でもほとんど変わらないっちゃ変わらないんですけど。で、この辺もね、わずかにちょっとね、コントラストが少なくなってきたかな、みたいな感じがします。まあ、これはオイルのせいなのかもしれないですし、そうじゃないかもしれないですし、ちょっとわかんないんですけどね。まあ、なんせね、劇的な変化っていうのはね、この4ヶ月間あんまりないかなとは思います。でもまあ、わずかにですけど、このようにね、まあ変化してってるんでね。まあ、今後もちょっと追いかけていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、そんな目まぐるしい、ものすごいドーンとしたようなね、変化っていうのはちょっと、まあ、今後もあまりなかったりするかもしれないんですけどね。まあ、ゆっくりお付き合いながらやると嬉しいなと思います。はい、ちなみにですね、この野原工芸の木のロータリーのやつ。はい、まあ、こんな感じでね、逆クリップみたいなやつ。これ結構野原工芸さん、アフターケアとかをね、
ちゃんとされたりしてるんで、うん、ちょっとこれはちょっとサポート対象外の改造になるかもしれないんですけど、まあこういうふうなことにして遊ぶこともできたりします。というのもですね、このペン結構分解することができまして、はい、上をこういうふうにね、取れたりとか、あとはまあこういうふうな感じで、パーツも結構分解することができるんで、まあもし興味のある方、はい、まあ過去を決めた方はこういうふうにやられてみてね、まあちょっと新規一点ね、まあいろいろ楽しんでみるのもいいんじゃないかなって思ったりもします。はい。というふうな感じでですね、まあ改めてちょっと出してみるんですけど、はい、今回はね、こちらの野原高原のペンの、まあ変化でした。でね、ちょっとですね、まあ使っててね、もう一個ですね、ちょっとこの、ここのところですね、はい、ちょっと確認いただこうかなと思うんですけど、まあね、これまあ普通に自然に使ってたらね、もうどうしてもこういう風になっていったりはするんですけどね、ちょっとここのところがね、擦れてね、このテカリみたいなのがね、ちょっと現れてきちゃいました。まあね、これぐらいはもう味ですね。はい。あとはね、ボディのね、ちょっと一部あたりですね、木のところなんですけど、ちょっとね、凹みがね、どっかにあったかな、みたいな感じなんですけど、どの辺かな。はい。まあちょっと動画では確認しづらいかな。はい。なんかね、どっかね、一部分ね、なんか凹みっぽいようなやつがね、できてきたりもしたんですけど、まあちょっとこれもね、味っちゃ味だと思います。まあ神経質にね、初めはなったりするんですけど、だんだん傷がいってったら、それがまあ、味みたいな感じに変わってくると思うんでね。まあ、どんどん使っていこうとこれからも思います。もっとベタベタに使った方がいいのかな、触ったりとか。はい。まあ、ちょっと、まあ、気をつけてですね。まあ、この1ヶ月また過ごして、また1ヶ月後に報告したいなと思うんでね。まあ、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいなと思います。ということでですね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方は、ぜひグッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということでね、また1ヶ月後にお会いしましょう。あ、でもね、動画はですね、ずっと上げていったりするんでね、まあ見てくださると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。